渡辺玉恵です。皆さんこんばんは、伊藤美久です。私たちピクシスです。美久ニューシングルテント戦、そして明日は美久の誕生日&個人ファンクラブが開催されます。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は珍しくシンプルにお祝いします、やった嬉しい誕生日だ。そう、今まで一筋縄ではいかなかったからさ、誕生日会ってなかなかね、面白い企画がたくさんありましたけど、そう、どっちかのカロリーが高い誕生日会が多かったでしょ。大体本人だけどね当事者だったよね、うん、今日はもうこんなめでたいのが重なってるから。そうだね、誕生日と発売と発売日ファンクラブと、そんなん重なってたらもう一粒万倍日です。今日は一粒万倍日、はい、今日はもう天赦日プラス一粒万倍日です。プラス一粒万倍日、いい日ですか。あと虎の日、この3つが重なったみたいなもんだよすごい 日、 すごい日、同じぐらいすごい日だよ。あ、そうなんだ。ミクにとってね。ありがとう。3つ重なってるということは、ありがとうございます。でちょっとね、その話とかもしていきたいと思います。嬉しいです、ありがとう。ちょっとね、この後はちょっとお客さんのつもりで。あ、もうそうなんですか、はい、じゃあちょっと全部お任せして、はい、よろしくお願いします。くつろいでってください。やった、ありがとうございます。さあ、それではピクシスのキラキラ大作戦スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦。こんばんは、二人です。あ、ここいいですか。え、めちゃめちゃいいじゃん。ねえ、なんかちょっと急に探したけどいい感じのとこだったね。いい感じに入ったね。ピクタミへようこそ。あ、ピクタミ、なんかロゴよく 見たことあるなピクタミピクタミね。あ、このタイプのあのメニュー表ね、手作りのね。少ない、や焼き鳥、フライドポテト、枝豆。え、酒やってない酒やってない、緑茶と水のみ。酒終わった。酒、いや、なんかさ、ミクが酒飲みてって言うから、うん、居酒屋連れてってあげようって私は思ったわけよ。あ、そうだったんだ。そう、いや、酒飲みたいな、お酒でしたから。あ、ちょっとお酒ってやってないんですか。そうで、ノンアルコールしかない。あ、ちょ、ノンアルコール飲みかそうなんだ。じゃあしょうがないか。じゃあ、あのカルピスの原液割りでお願いします。あの 水割りでいいんで。原液割りってどういう状態カルピスの原液のやつ。じゃあ私なんか、うん、水でシンプルウォーター。シンプル。え、なんかシュワシュワしてるのがいいな。ミクにさ、なんか居酒屋連れてってあげようと思ったのに水しかなかった、このお店。あ、来た来た。ピクタミ。ピクタミだ。あ、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。すごい、とりあえず水。あ、おしぼり、おしぼり来た。 あ、すごい、なんて言ったんだろう店員何言ってるか、ね、一生聞き取れないな、この。大丈夫かな。メニューとか今の段階で結構怪しいけど、私外れの、ね、店連れてきちゃったかな。まあ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 、とりあえずちょっとあの注文し、あ、注文する。うん、注文してみよう。いろいろちょっと、あ、でもこっちにメニューあるじゃん。あ、こういうタイプの居酒屋いいじゃん。ね、美味しそう、どれも。ミク、草の根活動してんのね、ちゃんと大事よ。あ、そう、なんか見覚えあるなと思ったら一回来たわ、ここ。そういうこと。ちょっとポスター貼ったんだ。ポスター貼らせてもらっていいですかって言って。だってさ、大体こういうとこ貼られてるのってさ、うん、あの5年前とかのさもう発売終わってさ、しばらく経ったポスターだけど、うん、最新貼ってんね。最新貼ってくれたんだよね。 やるじゃん、ピクタミ。ありがとう、ピクタミ。ピクタミやるじゃん。え、何食べたい？やっぱ餃子かな。一口餃子？うん。うわぁ、ポテサラもいいね。この分かれ方何なんだろうね、このメニューの。じゃあ一回こっちで頼んでみようよ。頼んでみる？じゃあ、注文お願いします。一口餃子一つと、うん、ポテトサラダ一つ。ありがとうございます。ちょっと時差あるタイプ。時差あったね。時差あるタイプのやつね。通ったのかな、今の注文は。入ってるのいいんだけど、でも大体早いよね、このお通し系だと、ね、お通ししかないやん、この店お通し、まあ、一応ホッケと、まあ、ホッケとか、ね、ステーキがメイン料理。唐揚げもあるんですね。唐揚げもあるんだ、うん、お通し失礼いたします。あ、お通し、そうだ、お通しね。なんかお通し
耳寄りニュースだわ。耳寄りニュースお通しじゃん、ここの店。最高最高。なかなかないもんね、最近。最近ないよ、お通しで耳寄りニュースは、うん、ピクタミだけじゃないかな。ピクタミだけやってんの。じゃあ、乾杯。乾杯。お誕生日おめでとう。ありがとう。わぁ、炭酸水だ。そういうとこ洒落てんのね。炭酸水タイプの店ね。このために生きてるよね。お酒感じてる。このために働いてるか。酒感じてる飲み方してるけど、シンプル炭酸水だよこれね。最高。じゃあ相当知っていい？私。うん。ね、ケンティ二世さん。ゆずの曲、夏色の歌詞、大きな5時半の夕焼けは夏色の歌詞を書いた時期が冬だから5時半の夕焼けである。あー、確かにね。夏は5時半は夕焼けじゃないね。確かに、ほんとだ。え、じゃあちょっと季節が矛盾しちゃってるんだ。そういうことなんだね。全然気にしたことなかったわ、うん、そも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 気づかなかったわ。自転車で猫しか覚えてない。自転車で、あ、じゃあ、あ、あと、え、頼んで、頼んでないの。頼んでない。お気持ち、気持ち、頼んでないやつ来たよ。やっぱポスター。あ、ポスターだから。いつも本当ありがとうございます。分かってんで、今日ミク来たって。2人前、2人前の枝豆。2人前の枝豆きた。枝豆の2人前多いな。え、ちょっとじゃあサラダ取り分けてあげる。取り分ける系女子やるから、ありがとう。わ、あ、プラスチック破壊しないで。破壊、破壊しないでください。わ、美味しそう。でもサラダもこれを生ハムサラダじゃない、ね、クルトンあり。あ、クルトンあり。クルトン大好き。クルトンのみでいきたい。美味しいよね。クルトン大好きなんですよ。クルトンのみはちょっとシーザー。じゃあちょっと私枝豆いきますね。あ、ちょ、合うんじゃないこの炭酸水に。枝豆もなんだかんだ。あ、いたいた、危な。ちょっとこう破壊しがちなプラスチックね、これね。わぁ、美味しそう。どの子が好き？どの子がタイプ？枝豆？うん、うん、やっぱそうだな、どうしようかな。ちょっとこの情けないやつにしようかな。両思いになれるかどうか。じゃあこの情けない子にします。いただきます。どう？なんか変な食べ方つぶれちゃった。情けない子だったから下からも出てきちゃった。下からも無事ってよくあるんだよな、枝豆の。それ美味しい。塩味がすごい。塩味って感じ。うん、すごい塩。美味しいです。ちょっとこの取り分けてあげるから。ありがとうございます。じゃあこの立派な子にします。タイプの子見つけた。うん、ちょっと立派な子も試してみる。食べてみて。うん、あ、ちょうどいいかも。塩味。さっきの子が塩味だった。あ、なるほどね。うん、こう。お待たせしました。こちらお気持ちを、エビテルです。お気持ち、頼んでないんだよな。ここの店員全員滑舌悪いな。頼んだポテサラどこ行ったの。ポテサラじゃなくてシーザーサラダ出たんだが、うん、まあ好きだからええけど。ええけど。でもサービスすごいね、手厚いね、ここの焼き鳥。居酒屋焼き鳥はやっぱないとね、居酒屋には。まあそうね、だ食べたがってたんでしょ、ミクが。そう、食べたのよ。あ、食べたのか。前回もそれです。酒飲みてって言ってたんだ。そう、そう、お酒が飲みたいなって言ってたんだけど。夢叶ったね。うんうん、酒飲めたね。え、萌さんはお酒飲む？え、最近？うん、あ、全然飲まないかも、ガチ。あ、そうなんだ。うん、私何飲んでんだろう。ずっとウーロン茶よ。ずっとウーロン茶。どこ行ってもウーロン茶。どこ行ってもウーロン茶なんだ。昼でも夜でも、夜でも、朝でも。いつ何時ウーロン茶。ウーロン茶が好きなんだね。ちょっとじゃあシーザーサラダいただきます。食べちゃって、食べちゃって。やっぱシーザーサラダはね、その店の価値が出るから。うんうん、やっぱこのシンプルだけどさ、どうですか。ガチうまいじゃん。お、このいいピクタミはいいシーザーサラダでしたか。いいシーザー。お、クルトンもカリカリやない。クルトン最高。ちっちゃいやつじゃなくてさ、うん、デカデカだ。うん、え、本当に美味しい。ちゃんと生ハムも入ってんじゃん。いただきます。エミーがある。エミ
それなんなんさっきから。エミーで。何それ。エミーはエミーだよ。エンダーって言いたいの。うん、おいしいです。うん。耳寄りニュース、もう一個いく？あ、ミクのお通し食べてないね。うん。ニューキョンさんから。はい。指切り玄満の玄満は、うん、約束を破ったら拳で1万発殴るという意味。え、ハリセンボンのーマスじゃなくて？指切り玄満。嘘ついた。だから最初にもうこれ言ってない。約束破ったら拳で1万発殴った上に嘘ついたらハリセンボンのーマス指切った。地獄で流行った遊び方昔きっと地獄で流行ってたんだよね。いっぱい来たいっぱい来た。明日怖い。みんな働きすぎて頭おかしなっとる。休み、ね、休みちょっとは怖かった。何いっぱい来たんだけど。じゃん、休んで。あ、唐揚げと、え、待って、何のどぐろと桜エビのさあソースがついてる。塩か。え、おいしそうと、あ、私が好きなチーズ焼き、チーズ揚げ。そう、この中がパリッパリのやつね。これ大体おいしいよね。全部2人前ある。で、焼き鳥も来て最高。え、おいしい。いいじゃん、いいお店だね。なんかあのサービスやめた方がいいよこれ。心配、その継続に心配になっちゃうから。そうだ、ね、そうメニューとして載せた方がいいよ絶対、うん、もったいないから。うん、うん、美味しそう。ちょっと私これ開けよう。ね、ピクタミやるじゃん。ね、なんかうますぎ。いい誕生日だな。うん、ね、やっぱもてなしだから。ね、うん、みく、何歳になるの？27歳。うん、27じゃん。27歳はどんな？あのバースデーイベントでタイトルにしてる通り、うん、旅に行きたい。いろんな場所に行きたいな。すいません、メールお願いします。メール？なんかね、ここの名物なんだって。あ、そうなんだ、うん、今日のメールみたいな。なんか急いじゃってる。準備できてなかったみたいな。とりあえず鳥皿来たんだけど。メールは一番鳥皿大事だからね、うん、そうなの、うん、メールお渡しました。 ありがとうございます。これも日替わりメニューだから。あ、そうなんだ。日によって違うんだ内容が。今日は、ガオガオさん、ミクさん、モエさん、ピクシース。ピクシース。ミクさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。最近はピノちゃんへの愛が止まらなくなったり、仮面ライダー好きのイコマちゃんと仲良くなって友達が増えたりと、うん、ミクさんの楽しい生活が充実してて何よりです。ありがとうございます。10月からはニューシングルのテント戦の発売、ミクさんのファンクラブオールユアーズが始まるし、ワクワクや楽しみでいっぱいです。いつも元気で可愛い笑顔を見せてくれるミクさんでいてください。ミクさんにとって素敵な1年になりますように。いいの入ってるね今日。いいの入ってるね、優しい。ロイさん、ミクさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ミクさんのすべてが可愛くて、動画や音楽を見て勝手ながら、頑張る燃料にしています。わら、兄様には参加しましたが、これからのライブなどにも参加したいと思っています。これからも活動頑張ってください。息がいいの入ってるね。ありがとうございます。新鮮だ、新鮮だね兄様ね。ありがとう。続けていっちゃおうかな。いいの、特別にね。ありがとう。クローバーの2さんからです。ミクさん、萌えさん、ピクシース。ピクシース。ミクさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私はキラピクで見せるミクさんの無邪気なところや、萌えさんとの突っ込んだり突っ込まれたりするやり取りにコントもしちゃうところなど、すごく 仲のいい楽しそうな空気感が大好きです。これからもそんなお二人の楽しい時間と、ミクさんの好きなこと、やりたいこと、話したいこと、たくさんのことを一緒に楽しめたらいいなって思っています。また26歳から27歳に一つレベルアップしたミクさんのこれからのご活躍も楽しみにしています。そんなこれからを大事に、これからも一緒に楽しんでいきましょうね。おー、ありがとうございます。なんか私ずっとさ、ね、うん、年齢今いくつって聞かれた時に、うん、もう今年ずっと今年で27ですって言ってたから、もうずっと27になってた気持ちでいたの。26ですって言ってなかったんだ。言ってなかった。27になる年です。27ですって、ちゃんと数え年でやってたんだ。そうなんだ。27ですって言ってたから、なんか あそっか、私27歳になんか今更って感じ、明日なるんだって思った。そうなのか、今更感。そうね、ミクは確かにそう言ってるイメージだわ。そうなんですよ。私はね、早く30歳になりたいんです、うん、なんで？んて、うん、30歳からが楽しいって先輩たちが言うの。
私に。でも、まあ、やれることが増えるっていうよね。のなんか自分でのなんか時間とかの使い方も、うん、もう網羅してくるし。確かに。本当に30代とっても楽しいよって、早くおいでって言われるの。あともうちょいだね。もうちょい。一足先にアラサー突っ込んでるけど私。いや、もう私たち二人ともアラサーだけど、私アラサーって29歳のことだと思ってたから。アラウンドだからもうちょっと広い範囲じゃないの。広い範囲なんだね。30超えてもなんならアラサーなんでしょ。あ、そうだね、アラウンドだから。そう、それ知らなかったからさ、誕生日のさイベントのタイトルさ、ラストアラサー息していこうってつけたけどさ、うん、ラストじゃなくないって突っ込まれた。31とかもね、アラサーに入るからね。勝手にラストだと思ってたけど違かったみたい、うんうん、いいね、ミクらしく。ありがとうございます、たくさんのお便り、お祝いメールありがとうございました、うん、いいメニュー入ってたね。ね、嬉しかった。はい、引き続きね、ちょっとメニューのメールお待ちしています。メールアドレスはpixis@secondshot.jp です。よろしくお願いします。お願いします。ここね、曲も頼めんだって。ん、そう、リクエストできるみたいだよ。バーみたいだね、なんかすごいよ。何がいいかな、まあ、何聞きたい？え、そうだな、何がいいかな。なんか私パフィーとか聞きたいな。この居酒屋の雰囲気。私もちょっとももクロとかがいいかな。あ、ももクロね、たまにこういうタイプの居酒屋で、うん、有線で ね、 かかね、流れてくるとテンション上がるもんね、うん、でもさすがに怒られそうだからこれ流してるか。さすがに、さすがにね。テント線リクエストしてみる。いやでもさ、いいで発売日だからさ、入ってるかな。ちょっと早いすぎ。はい、ちょっと聞いてみる一回。入ってるか入荷してるか聞いてみる。うん、ちょっとすいません、あの曲なんですけど、テント線ってもう今日入ってますか。あるよ。聞いたことある。それヒーローなんよ。ヒーローのやり取りないよ。やっぱ何でもあるんだな。何でもあるんだ、ここすごいね。めっちゃいい曲だよ。これどういう曲なの。こちら、うん、リクエストしたいけどさ、やっぱ知りたいからさ、うん、すごいね、浮遊感がある曲にね、うんうん、なってて、うんうん、宇宙感っていうか、うわ、そういうの大好き。そう、テント線ってタイトル、うん、人と人はが点で、そこが線で結ばり、やっぱ人生、人と人の関わりが大事だよねってような、なんかさタイトルになっております。テント線の時点で宇宙だもんね。そう、あの星屑テレパスがの宇宙とかロケットとかを題材にしたアニメーションなので、だからそういうテーマなんだ。そう、結構寄り添っている感じの楽曲になっているんだね。なっているんだね。なっているんだね。そういう楽曲になっているんだね。なっているんだね。わかったかな。じゃあそういうところへんに注目して聞けばいいってことかな。うん、これね、あのさっき言った宇宙感とかふわっとして感じもそうなんだけど、うん、それに合わせたミックの歌声だね。はっ。すっごい高くて難しい曲なんだけど、うん、それを感じさせない。素晴らしい。素晴らしい。難しいことを悟させない。ない。悟らさせない。ふわっとしたこう、ちょっといつもより柔らかい歌声。あら。こちら聞き応えあるのではないかと。それちょっとミクの柔らかい歌声ファン、絶対いるよ。一定数。絶対いる。一定数ギュッてしたらいるかな。いっぱいいるよ。そう、ぜひね、ちょっとファルセット好きの皆さんが。好き好き刺さるのではないかという歌い方で、ちょっと楽しみになってきたわ。ございまして、こうジャケットもですね、こちらありますけれども、すごいアーティスティックなものとなっておりまして、いや、これめっちゃ可愛い。ミクのジャケット毎回私好きだけど、結構上位かも。そう、こちらね、あの、うん、結構バンと顔が、うん、顔面っていう感じで出ているんだけれども、おしゃそう、すごいおしゃれで、すごくおしゃれ。ミュージックビデオも、うん、あのもしかしたらもうゲットしてくれる方見てくれたかもしれないし、うん、もうあの21時からプレミア公開されてるから、あら、もうじゃあ見れてる、見れてるはずなんだけど、あら、そう、それのね、まあ、衣装とメイクでもあるんですけど、もうめちゃくちゃアーティスティックな、いや、このさ白いアイライン本当に可愛い。あ、そう、これね、これ今回のテーマ的、うん、映像とかビジュアルのテーマ的には今までにない新しいビジュアルを見せるっていうところが、うん、あの、ありましたので、そうなってる。結構攻めた感じのメイクになっております。いや、めちゃ似合うし、めちゃ可愛い雰囲気が出ている。そう、こう衣装もね、
これ今ちょっと上しか見えてないんですけど、全身見てもらうとね、ちょっとめちゃくちゃおしゃれな形になってるので、すでにこの形がめちゃ可愛いもんね。こうチュールドレスというか、そうで、ここ大きめの空きがあるタンクね、肩のとこがね、肩タンクね、これ似合うの本当すごいことをみんな自覚してほしい。そうしれっとミクは着れてるけど、このタイプの着き方するノースリーブは似合う人限られるんよ。そう似合うと思うけどね。いやこれあのね、こう女子はここまで欲しいよ。そうかな、肩のとんがりまで。そうあのね、骨格ストレートの民はここまで欲しいよ。骨格ストレート久しぶりに聞いたな、なんか骨格診断のやつ。はい、骨格ストレートの民からしたらそこまで欲しいんだけど、この秋がね似合うのはさすがです。あ、そうなんですか、ありがとうございます。はい、さすが。カップリングはね、打って変わってすごくハッピーな、あらやだ、ソライルオミサンガっていう曲が入っておりますので。はぁ、ミサンガ作りたい。どちらもちょっとサンバっぽいような曲になっていて、もう元気いっぱいになる曲なので。それも聴きたい。はい、ぜひよろしくお願いします。イクシズのキラキラ大作戦。エンディングだって早いね、夜が始まるの。まだ1時間もいないよ。だってラストオーダー7時だったよね。早いよね。早い、閉店8時だって。やば。しかもさ、ドリンクせめてさ7時半ラストオーダーにしてくれたらいいのにさ、ドリンクも7時だったよね。一緒にね、一緒のなかなかないタイプの居酒屋だったけど、まあでも美味しかったし、まあ、美味しかった。なんかサービスいっぱい、ほとんどサービスだし ね結局ポテサラは来なかったけど、結局なかったけど、まあまあまあ美味しく、美味しかった、いっぱいいただいたんだよ ね。これお会計いくらになるんだろうね。確かに、どこまでがサービスでどこからが注文かもはやもう分かんないけどね。まあまあまあ楽しい居酒屋に来れてよかったね。うん、美味しいご飯も食べられてね。うん、ありがとうございます。この居酒屋では皆さんからのお便りをお待ちしています。ふつおたはみんなの宝物、先生大作戦への質問、二択三択大作戦のどうでもいい二択、耳寄りニュースなどをこう扱ってるんだって。うん、じゃあメニュー、日替わりメニューになるのでぜひ皆さん送ってください。メールアドレスはpixis@secondshot.jp です。たくさんのお便りお待ちしてます。おります。さあここでお知らせです。なんか居酒屋コントの設定でこのお知らせどう言ったらいい。10月15日 DDD 青山クロスセンターにて相葉愛菜バースデーパーティー2023愛からの2部にゲスト出演します。うん、11月25日トヨスピットにて六本木サディスティックナイトナイトジュエルパーティーに出演、そして2024年3月10日新宿レニーにてバースデーイベントを行います。昼の部が、イベントで夜の部がライブです。ファンクラブ先行チケット申し込み受付は10月7日23時59分まで。文化放送超 N&G プラスで毎週月曜日19時30分から配信中のトヨタマイウィズ萌え転がし、10月のマンスリーアシスタントはなんと伊藤美久さんが来てくれます。超大型新人なんでよろしくお願いします。お願いします。じゃあどうぞ。イレブンシングルテント戦は本日発売です。わーい、イエーイ。こちらテレビアニメ星屑テレパスのオープニング主題歌でもあります。よろしくお願いします。そしてオフィシャルファンクラブオールイヤーズは明日10月12日私の誕生日の当日にオープンになりますのでお忘れなく。よろしくお願いします。そしてバースデーイベント伊藤美久バースデーイベント2023ソーダ旅行行こう、こちらは10月22日日曜日に開催です。会場は竹芝ニューピアホールです。よろしくお願いします。ハッピーバースデー、楽しみ。さあそしてニコニコ動画セカンドショットチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと、放送に入りきれなかった部分を丸ごと収めたアーカイブ完全版を楽しみいただけます。キラピクの通常版は YouTube でも配信されていますので、ぜひそちらも楽しみください。はい、そう今日は本当に楽しむだけだったでしょ。本当だね、何も本当美味しいもの食べるだけでありがたかった。トリプルめでたい日だったから嬉しい。これはもうありがとうございます。本当にちゃんと美味しかった。美味しかった、なんか満足だわ。ピクタミ開きたいね。ピクタミちゃんとやろ。イベントでピクタミ
出張版出張版出張店出張店できないかな、ね、ロフトとかならいけんのかな食品がね大丈夫なところは使ってるのこなったらいけるんじゃないの、やりたいの、やりたい、楽しかった、私もいい27歳を過ごしたいと思います。いや、みくんは変わらずいい大人になるでしょう。でしょうねでしょうね、わかるわかる、でしょうね、絶対そうだよ。てか私もだけど、何歳になっても楽しめるタイプだよね。おー、まあ確かに、うん、楽しくなくはない、楽しいね、うちらがさ、おばあちゃんになった時の言葉遣いってどうなるんだろうね。なんかこの喋り方のままおばあちゃんになるのかな。いや、それが3倍遅くなるんじゃない。この喋り方のままなのかしら。やっぱ頭になってるやっぱおばあちゃんになると頭になるんじゃないいや、そう、私がさ、おばあちゃんになった時さ、どういう喋り方になるんだろうとか、どういうさ、なんかあれになるんだろうって、すごい面白くない。あー、確かにね、私がっていうか、みんなが、自分が。そうだね、そう。いや、でも変わるんじゃない、やっぱ喋り方とか変わるのかな。お母さんになったりおばあちゃんになったら、喋り方気をつけようとか、ゆっくりにしようとかなるのかな。なんかずっと喋ってそう、私何歳になっても、ね、おばあちゃんになっても。そうだね、うん、私はゆっくり喋るばあちゃんになりたいよ。なりそう。あんだって耳遠くなってんのよあんだってあんだって言いたいよ。いいね、なんかそういうのを含めて、ね、なんか大人になるっていいね。いいですよ、素晴らしい、楽しみです。素敵な27歳をお過ごしください。ありがとうございます。いや、でもせっかく誕生日だったからさ、ちょっと2軒目行かない、うん、確かにまだ早いしね、行こうか。ちょっと気になる店あるから。気になる店、気になる店あるから気になる店、まあ、ちょっとアフタートークで気になる店行こう気になる店、萌えさんがちょっとだけね。あ、そうなんだ、うん、行ってみたいなって思ってた。あ、何系、何が食べれるの。あー、あれは味噌汁かな味噌汁専門店味噌汁専門店かな。最高じゃん、こいこー。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。